布引き高原空撮地図布引き高原に咲くひまわり。布引き高原とは、郡山市内の西部、稲わしろ小南側に広がる合図布引き山を中心とした標高約1,080メートルの大地上の高原である。布引き大根の産地として知られ、高原に広がる畑の風景は、北海道の美英町近郊の田園風景を連想させる。また、布引高原から見る湖面に、 バンダイ山を移す稲わしろ湖の眺望は素晴らしい。陶器は深い雪により、道路が閉鎖されるため、布引き高原に人家はなく、工作は稲わしろ湖畔の集落から通って行われている。農業従事者の高齢化に伴い、最近では東高原でも工作放棄地が増えつつある。また、布引き高原では、風車33機を備える、 発電所出力6 5 9 8 0ットの国内最大出力の風力発電設備が2006年12月運転開始を目指して電源開発株式会社により計画、建設され、同年11月15日に設備見学会が行われ、翌2007年2月営業運転を開始した。発電用の風車は1機の高さが約100メートル。 羽の長さが約30メートルある。発電所の建設に伴い、一帯は氷山布引き風の高原と名付けられた。2011年頃からは、福島ひまわり、佐藤屋プロジェクトなどで、ひまわりが数多く植えられるようになり、8月下旬から9月中旬にかけては、約40万本とも言われるひまわりが咲く、ひまわりの名所として紹介されるようになった。このほか。 菜の花やコスモスの名所としても紹介されることがある。布引き光源パノラマ画像。33機の風車が確認できる。ありがとうございます。